1分で読書。今回の学びは、幸せは我が庭にあり、松野宗純。鳥寒うして樹に登り、蚊も寒うして水に下る。同じ寒さでも木に寒さを避ける者もあれば、水に入る者もいる。我も人、彼も人なり。お金で買える宝をたくさん持つ人が幸せなのだろうか。この道さえ歩いていけば絶対間違いのない真実の道とは、七転八倒である。真の幸せは足元の平凡な日常にある。お経を唱したり座禅をすることだけが修行ではない。幸福を図る物差しは一つだけではない。練習をして上手くなるとは限らない。しかし練習しなければ絶対上手くならない。問題は常に私にある。たることを知らない人は心が地獄。この動画があなたのためになりますように。